Tú. ちょっともう一回いきますね。靴の指をで、この時にスーッと薬指が引く時によいしょって伸びてくるよりは、真上に来ちゃった。まあ、ここも薬指でいけるといいんですけど、ちょっと距離があるんで、はい、まあ、ここは中指でも OK ですね。その時に手首をこう曲げないと僕が届かない。まあ、ちょっとこれも手首をこういうふうに前に突き出すんではなく、はい、指をしっかり曲げることで、ああ、指が曲がってないと、まあ、手全体、まあ、離れちゃいますよね。はい、小指、例えば2弦を押さえてて、はい、薬指を伸ばして手も届かない、手も大体このぐらいだけど、しっかり小指曲げれば、はい、小指の先で押さえ、うん、薬指も6弦超えて向こうまで行くこともできるし、至難の技ですね。はい、まあ、しっかり曲がることができれば、はい、薬指でも、今でもここの中指でもいいです。つなげすぎないで、はい、ちょっと独立して考えてしまいましょう。もうパッで、親指の位置も固定されてないように、この手の動きに合わせてどこにでも親指は移動するように。